パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょうか。フリーズ、そんな技を使うなんて。はっこの程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズもいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してくだされ。フリーズは遠征に同行しなかったんだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここ王都エクバターナの守護が再び私に与えられた任務です。殿下、これをお使いください。恩義を守るのに役立つかと。
西のルシタニアのみならず東方の国々もこの都を狙っておりますゆえ油断はなりません。そんなに忙しいなら私に剣の稽古などつけてくれなくてよいのに。そのような覇気のないことをおっしゃられていては立派な王になれませぬぞ。攻撃の基礎はできておられますな。次はこの老骨がお相手いたしましょう。こちらを献上いたします。どうぞお受け取りくだされ。さて、次はどうですか？私は引かない。なすべきことを果たすまで。当たってくれ。さて、次はどうですかな。私の攻撃を防いでくだされ。父上は私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが冷たく打ち切られてしまった。や当たってくれ今だ。王女もお見事ですな。私の攻撃を避けてくだされ。良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してください。生まれ高きお方ですが、それも基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬのか。フリーズ、おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してくだされ。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませんぞ。学んだことを発揮すればよいのです。今だ。私が立派な王となるため励み続ければいつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何なんだろう。なすべきことを果たすまで。成長されましたな、殿下。
お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。スルーシー、アズラエイル。おう、こやつらが帰ってきたということは。殿下、バフリーズ殿もおかわりありませんか。飼い主より先に殿下に帰還の挨拶とは、生意気な奴らめ。遠征ご苦労であった。皆無事だったか。当方の損害は警備にて、雄峰丸山に侵入したルシタニア軍を我がパルス軍が撃退しました。アンドラゴラス陛下のご帰還です。あ、マルズバーン・カーラン様。あっちはマルズバーン・クバード様だ。シャプール様もいるぞ。父上、ご無事で何よりです。遠一での戦、心配して。負けるはずもない。バフリーズ、留守の間の報告をせよ。はっ。ルシタニア兵の捕虜だ。あんな子供まで戦に出すのか。神のために戦うってやつでしょ。やるだ、ボート教官。あまりこのような場所にお近づきにならない方が。なぜだ。せっかくルシタニア人たちと話せる機会ではないか。私は聞いてみたいのだ。外の国のこと、外の人間のこと。奴隷が逃げたぞ。うわお前たち、これは一体。来るな、こいつを殺すだ。なあお主、そやつを話してやってはくれないか。ならばお前が代わりに人質となり、私の逃亡を手伝え。わかった。こっちだ、来い。行け、アルスラン王太子を探せ。協力する気はあるようだな。約束は守る。いたぞ、あの奴隷だ。走れ、ノロマ。はしごを登って進むぞ、急げ。落ちないように進む必要があるな。行くぞ。なんと豊かな国だ。物と人があふれかえっている。ここは大陸航路の中心部だ。人々は飢えを知らずに暮らしている。奴隷が多いようだが。それはそうだ。奴隷の多さはこの国が豊かな証拠だ。まずい。ダリューン様にお伝えしろ。まだ捕まらないのか。まずいぞ、こんなことが宮殿に伝わったら。ここらで体力を回復しておきたいところだ。貴様らのように人の下に人を置く。我らが神はそのようなことは許さない。人は皆平等だ。平等。
道はもうこっちしかない。アルスラン殿下、お怪我は？大丈夫だ。なぜあの者を撃つことをお止めになったのです？いや、つい。わかりました。私が撃ち損じたことにしておきます。あの者、なぜ逃げたのだ？おとなしく奴隷になれば食べるには困らないもの。いつか殿下が大いにご即位なされましたが、登用していただきたい我が友人がおります。その者なら殿下の疑問に答えられるかもしれません。それは誰だ？あ、いや、口が滑りました。そやつはひねくれ者ゆえ、今の話はなかったことに。なんだ思わせぶりな。しかしな、ダリュン、まだこの先何十年も父上の王位は揺るがぬだろうよ。お主の友人とやらにはしばらく会えそうにないな。だがこれより3年後、王都エクバターナは炎と血煙に包まれることとなる。